はいどうもめちゃねネルです本日7月13日にですねなんと JAL さんの方からフライオンポイント2倍のねキャンペーンの発表がございましたやっぱりね ANA さんを追従するような形となってましてほぼね同じような内容になっております国際線でフライオンポイントが2倍そしてね今回ポイントとなるのが登場ボーナスのね400ポイントとかは今までねそちらは2倍にならなかったんですけど 今回はねそちらも加えて2倍になるということでございますはいもう今日からです7月の13日から年内いっぱいという形となっておりますのでまあ、一緒にですねそちらのキャンペーンの内容とあとまあおすすめの路線まあそんなにちょっと時間がなかったんで探しきれてない部分はあるんですけど一緒に見ていければなというふうに思います 初めてね、私のチャンネルをご覧になる方につきましては、私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の登場レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないように、ぜひね、チャンネル登録と、ベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回以降の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ではね、早速内容の方入っていきたいと思います。 行ってみましょう。はい。ということでですね、こちら JAL さんのホームページの方にやってまいりました。JAL 国際線フライオンポイント2倍キャンペーン、キャンペーン登録不要ということでございます。えこちらの URL につきましてはね、概要欄の方に貼っておきますので、よかったらそちらの方からもね、アクセスしていただければと思います。では、キャンペーンの内容、詳細見ていきたいと思います。キャンペーン内容ですね。 対象条件を満たすご登場でフライオンポイントを通常の2倍積算いたします。キャンペーン参加登録は不要でございます。登場ボーナスフライオンポイント対象の場合は登場ボーナスフライオンポイントも含めて2倍積算いたします。ここがね、今まで登場ボーナス400フライオンポイントとかは2倍にならなかったんですけど、今回はこちらも加えて2倍になるといった形となっております。 対象期間がですね、2023年7月13日、本日木曜日から12月31日日曜日、登場日までということになってまして、もう今日からね、年内いっぱいの国際線がフライオンポイントに祝い対象となっております。対象のお客様は JAL マイレージバンク JMB 会員の方、皆様となっております。対象路線につきましては JAL 国際線、JAL 便名の JAL 運行便全路線です。 気をつけてください。コードシェア便は、ね、対象外となります、ワンワールドの JAL、ね、運航便以外に乗ってしまうと、そちらはです、ね、フライオンポイント2倍の対象となりませんので、ご注意ください。さらにです、ね、国際線航空券に含まれる日本国内区間につきまして、2倍の、ね、対象外となりますので、まあ、うまく、ね、経由して、ね、関空から沖縄に行ったりとか、ね、まあ、そんな路線も取れるんですけど、まあ、そちらに関しては2倍になりませんので、ご注意ください。 対象予約クラスにつきましてはフライトマイルがね、積算対象となるものに関しましては全て、えー、対象となりますということですねで。フライオンポイントの積算例とあります、こちら通常のフライオンポイントが、ね、4717ポイントだとして、プラスね、登場ボーナスフライオンポイントが400ポイント加わって、今まではね、こちらの登場ボーナスフライオンポイントっていうのは2倍にならなかったんですけど、もうこちらのね、合算が さらに、ね、同数値のフライオンポイントを獲得できますので5117ポイントにさらに5217ポイント加わって1234フライオンポイント貯まりますということでもうね計算方法も分かりやすくなっているといったところでございますこれはね非常に嬉しい点かなというふうに思いますでまあ皆さんですねもういろいろね調べていただいていると思いますけどまあやっぱりね東京から クラルンプールとか、まあ、これで、ね、検索するとですね、まあ、大体3345マイルで、えー、フライオンポイントとしましては、まあ、5418フライオンポイント、これが2倍となりますので、これだけでね、えー、1836フライオンポイント獲得できたりするわけなんですよね。はい。で、まあ、今回ね、あの私結論から言って、あまり時間なかったんですけど、おすすめ路線というか、フライオンポイントの、ね、獲得単価が良かったのは、 えー、デリーからサンフランシスコが、まあ、個人的には今、パッと調べた限りではね、良かったのかなという形になります。えー、こちらがですね、5130マイル、5530フライオンポイント。これがですね、東京、えー、成田からサンフランシスコという形になりますけども、またね、 表にししてて計算しておりまますすすののででそちちららね、ね、共有さしいいいたただきたいと思いますこちらのです、ね、スプレッドシートの URL につきましても概要欄の方に貼っておきますので参考程度で、ね、見ていただければなというふうに思います。まあ、ちょっと、ね、いろいろ検索してみたんですけどまあやっぱりね、あの海外発見が一番いいですね。国内から行くとどうしてもねフライオンポイントの単価があまり良くありません。まあ、例えば7月21日、羽田からシドニー。 そしてね、7月23日、シドニーから羽田に戻ってくるっていう形でね、安い便を考えてみるところ、14万2000円で還元率が H クラス70%ですね。フライオンポイント2倍になっても、1万1012フライオンポイントで、フライオンポイントの単価としましては、まあ、費用に対するね、ポイントの獲得単価としましては、1ポイント12.9円。うん、そんなに良くないですね、やっぱりね。 さらに帰りがですね、えー、袋につきましてはプレミアムエコノミーで R クラスで還元率は100%となってまして、まあ、14万5500円でフライオンポイントが2倍となって1万5390円で、えー、これはようやくね、10円切る単位ですけど、まあ、やっぱりね、ずば抜けていいとは言えないなという感じですね。まあ、その後、羽田からデリー、デリーから羽田に戻ってくる路線で見ても、 やっぱりね、還元率70%、100%ということで、パターン化で見ると、やっぱりね、12.92円とか、もう20.67円とか、うん、っていう感じですね。で、クアラルンプールの方だとどうかな、ということで、えー、考えて、これ、海外発見ですね。クアラルンプールから成田、成田からクアラルンプールということになってくると、 えーまあオーロがですね V クラスで積算が70%で費用としてはねやっぱりだいぶ海外発見となると落ちてきますね。5万3277円で獲得フライオンポイントが70%積算ですから5818フライオンポイントでこれでもねえフライオンポイントの単価は9円ぐらいという形ですね。まあフライオンポイント2倍じゃないということを考えたらね2倍じゃなかったら この単価は非常に優秀なんですけれども、えー、2倍だったらもうちょっとねっていうところでございますねはいで袋につきましては100%積算で、えー、2 9 4 3十円やっぱりね安いですね、えー、3万フライオンポイントでフライオンポイント単価が9.78円と、えー、いうことになっておりますはいまあ別に悪くはないんですけどね、あのー、8万2千円費用をかけてフライオンポイント8,828円 9.37円。まあ、普通というかね、っていう感じですね。で、まあ、最後ね、あのまあ、上等手段ということで、まあ、海外発見ではありますけど、デリーからサンフランシスコ、まあ、これは羽田とかね、成田を利用する形で経由していくような形になっております。デリーから羽田、これがね、往復で、えー、乗り継ぎがございますので、デリーから羽田に行って、えー、こちらね、クラスが Y クラスと B クラスで、全路線ね、100%積算となってます。 まずね、オーロが16万7653円で、デリーから羽田、そしてね、成田からサンフランシスコに向かう便で、これがね、オーロで16万7653円となってまして、このね、オーロだけでですね、2倍となりまして、2万2828フライオンポイント獲得できますので、オーロのね、この16万7653円に対して、2万2828フライオンポイントがね、 獲得できるわけとなりますからフライオンポイントの単価としましては7.34円。まあいいですね。これくらいは欲しいかなというところですよね。はいで、えー、袋につきましてはサンフランシスコから成田、そしてね、羽田からデリーということで、えー、袋に関しましてはね、13万4889円となってまして、えー、往復でね、同じ2万2828フライオンポイント獲得していただくことができますので、 フライオンポイントの単価としまして5.91円となりますので、これは結構ね優秀じゃないかなと思います。往復でね30万2542円で、もう一撃でね4万5656円となりますので、まあ JAL カードねお持ちの方であれば、今年度、今年のね初回登場分の5000フライオンポイント獲得していただければ、もうそれだけでね5万フライオンポイント獲得していただくことができるということで、まあ、JGC 修行を、ね、する方につきましては、この 往復1回ねししてていいいたただだければ、えー、JGC 修行、えー、J グローバルクラブにには入会していただくこことととができると、えー、いうことになりま,すまあ逆に言えば、えー、2回2往復ねしていただいてプラスどっか乗っていただければ、えー、ダイヤモンド、まあ、さらにはねあのダイヤモンドメタル目指してる方とかいらっしゃればねまあやっぱり、えー、こういった路線をうまく利用したりとか、まあ、行きたいところをね、えー、うまく利用していただいて獲得していくのかなと、えー、いったところでございます はいいかかがでしたでししたょうか、まあ、こんな感じでですね、まあ、ちょっと時間ない中でねあのまあ上等手段というかですねまあ大体ここら辺がしか単価良かったよなということで思い出しながらちょっと検索してみたんですけれどもあまりね思ってたよりクアラルンプール便だったりとかうまく 日程が出てこなかったまあちょっと7月の20とかもあのそこら辺の日程しか調べてないので8月9月とかね10月とかもうちょっと先とかあの検索すればね、えー、もうちょっといい路線があったりするのかもしれません今のところねあの7月の20日前後ぐらいだけしか調べてない状況なんですけどまあとりあえずは何ですかねそのデリーからサンフランシスコ便でまあまあまあいいんじゃないっていう路線が。 あのー、できてよかったなといったところで一安心してるところですけど、まあ、皆さんの,の方でですね狙ってる路線であったりこれおすすめの路線とかもしありましたらですねもちろんご自身の予約を取ってからで構いませんのでコメント欄でねお寄せいただければなっていうふうに思いますはいということでまあやっぱりね来るかなとは思って場合によってはね JAL さん今年は来ないかなと思ってたんですけどやっぱり来たなっていう感じですねはいでも 両者ね、えー、ANA さんと JAL さんでそうやって競合し合ってですね、まあ、タイムセールもそうなんですけども、あのー、どちらかがセールをすれば追っかけてね、セールをし始めてですね、えー、フライオンポイントであったり、プレミアムポイント2倍のね、キャンペーン始めたら、えー、追っかけてね、同じようなキャンペーンをしていくっていうのが、まあ、今のところね、えー、続いていっているので、まあ、皆さん多分ね、今年はないんじゃないかなと思いながらだったと思いますけど、えー、あったので、 えー、いいことじゃなやほ本とね突然来るし、えー、今日からスタートだしっていうところでねまあ今日ね、あのー、国際線乗ってる方とかはラッキーだったんじゃないかなっていう感じはしますけれどもねはい。 ということで、まあ速報ベースでございますが、JAL さんの方からですね、フライオンポイント2倍のキャンペーンが本日7月13日から年内いっぱいね開始、実施するということで発表がございましたので、動画撮らせていただきました。今回の動画につきましては、こちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方は是非、ね、ぜひ高評価ボタンとコメント気軽に残していただけると嬉しいです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。冒頭申し上げた通り私の の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報と発信させていただいております。情報の見逃しがないようにぜひチャンネル登録とベルマークのね通知ボタンを押していただいて、ぜひ応援するつもりでチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということでねまた次回次の動画でお会いいたしましょう。 my baby